と出発しましょうか。ケーナもエスティさんも準備はいいですか？こっちはいつでも行けるわよ。こういうのもう慣れっこだしね。私のことよりも姫様の方は大丈夫ですか？忘れ物ありませんか？お手洗いもお済みですか？それと私は準備できてるから声かけたの。そんなに心配しなくても大丈夫だってば。ほらエスティさんが見てるじゃない。あらあら献身的ね。これじゃ私が心配する必要もなくなっちゃう勢いね。では私からも僭越ながら、武器や採取道具のお手入れはお済みですか、メルルリンス姫？もうエスティ様でからかって。私だってそれくらい一人で準備できますから。だって二人を見てるとなんだか可愛くっておままごとみたい。ねえ私も混ぜて。おままごとじゃありません。私は本当に姫様のことが心配で。あららら、これは失言だったみたいね。ほらほらケーナ、そんな顔しないで。はい、忘れ物はないよ。全部カバンに入ってるでしょ。それからエスティさんも。はい、こっちが戦う時用の杖、こっちが採取の道具、綺麗にしてありますよ。ああ、もう降参。からかったりして悪かったわ。だからもう許して、ね。許すだなんてそんな。私の方こそ取り乱してしまってすみませんでした。はーい。じゃあみんな準備 OK だね。それじゃあ今度こそ出発！ほら、ケーナ行こう。お待ちください姫様、そんなに急に走っては危ないですよ。あらあら、今度は仲良く手なんか繋いじゃってやっぱりおままごとじゃないと。いけないいけない。だからこそ保護者として私がしっかりしなくちゃね。あ、見てケーナ、あの雲なんだか子犬みたいな形してる。私にはウサギに見えますけど、あっちの方が子犬に見えませんか？そうかな、やっぱりこっちの方が犬っぽいよ。とはいえこの緊張感ゼロの状況で私だけお仕事モードなのもなんだか悲しいわね。歳は取りたくないわね、まったく。もう二人とも、上ばっかり見てたら足元お留守で転んじゃうわよ。